TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE、クリス・ペプラーです。年末皆さんいかがでしょうか。まあ、いろいろ巻きで、これは2020年最後の TOKYO HOT 100 12月28日、から放送されるものですけれども、まあいろいろ年末進行で、クリスマスの日になんと撮っていると、特感でいろんな録音をしているわけですけれども、今年は本当にコロナで始まりコロナで終わったようなそんな1年ですけれども、もう来年コロナ来るなみたいな感じですよね。さあ、今年最後の TOKYO HOT 100レギュラーチャートトップ5をチェックしましょう。5位は BTS Dynamite、 かつてのナンバーワンソング年末オンエア効果で再びトップ5に返り咲き。4位は20、ステップ&アステップ、シングルセールスやサブスクも稼ぎ先週7位からステップアップ。3位はリナ・サワヤマ、ルーセ、こちらはオンエア好調で先週4位から1ポイントジリッとアップ。おっと、2位は3連覇ならず、 BTS Life Goes On。 今週は5位にダイナマイトも再び入ってきたのでオンエア割れを起こし、先週トップから一歩後退。では今年最後の TOKYO HOT 100 BTS から1位を奪ったのは一体誰？来ると思ってました、クレバー。オンエアダントツでてっぺん到達。 Here's our brand new number one、 クレバー featuring 三浦大知、 Fall in Love Again。 次回セゾンカード TOKYO HOT 100は来年1月3日2020年の年間チャートをやります。毎年恒例1位と2位を当てるワンツー予想クイズもぜひ。 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100